毎度インディーズモーターガレージです。今日はですね、2週間後に迫る富士スピードウェイのね、走行会に向けて整備をしていこうと思います。サーキット聞いてないよ。でね、まあ走行会といえばですね、まあオイル交換したりだとか、まあマシンの準備、いろんなとこチェックしていかないといけないんですけど、まあその中で、まあ結構重要なのがブレーキ。ブレーキ周り の, チェック、まあもちろんパッドとかね、そのあたりもなんですけど、まあ、ブレーキフルードで交換するのは、ブレンボ LCF600 プラス、1リッター。これパッケージ違うだけで中身一緒です。で、一人ではね、オイル交換するのは、車は無理です。ということで、一人でもやれるグッズ。これ、フルードを入れて、ズコンと、リザーブタンクに、うわぁ、漏れてきた。で、もう一個これ。ここにエアーを、コンプレッサーから、で、負圧で抜いていくやつね。で、これがね、非常に問題で、これモノタロウさんで値段そんなに高くないんですけど、置くとね、もうホースまで繋ぐとなおさらね、ガコンって倒れちゃうんですよ。これ結構鬱陶しいんで、ちょうどいい作業室。これね、もうこれをガコンとかけて、こうやって安定させようかなと思います。でフルードもね、いろいろあるんですけど、確か今入ってるのはモチュールの600ってやつだと思うんだけど、前回というか一昨年走った時は全く問題なくて良かったんですけど、まあ今手持ちもないですし、ただまあ今ね、結構巷で好評なのはエンドレスの RF650 ってやつ。ちょっとあれにしようかなと思ったんだけど、いろいろまあ見てみるとね、ドライフッテンとかね、ほぼ近しい感じなんで、まあこれでいけるかなという手持ちがあったんで、これで走ってみようと思います。今回グッズ使って一人でやるんですけど、まあやったことないなとかって、やってみたいなっていう人も含めて、人がね、二人いれば、こんな道具もいらないし、エアコンプレッサーもいらないんで、一応そのやり方もね、少しだけ触れていこうと思います。ということで、早速作業を進めていきましょう。で、作業を進めていくんですけど、順番がね、どうもあるらしくて、まず、マスターシリンダーから一番遠いブレーキからエア抜きをしていくと。まあ、一番長い経路の、古いフルードを入れ替えて、分岐するところを入れ替えていく。なので、これはまあ左前にマスターがあるんで、右のリアね、からやって左のリア。で、右の前。で、左の一番近い前。この順番でエア抜きをしていこうと思います。よいしょと、これを外して。本物は多分これはない。これはどこだったかな、どっかが出してるカバーです。でちょっと分かりにくいな、これを外しますか。ね、よっ、買った。で、一応、このブレーキフルードっていうのは、塗装とかをね、非常に傷めてしまうんで、まあ、ボディにもちろんかかってもあれだし、内部に垂れても、少しずつ、塗装を浸食しちゃうんで、このあたりね、カバーを、まあ、ウエスでも何でもいいんだけど、した方がいいです。ということで、やってみましょう。はい、一応ウエスやりました。意外とね、知らん間にピョンとか飛んでて、ある時見たら塗装がベロンベロンになってたとかね、まあありがちなのでね、
まあ、あればこういうのも横にスコッと置いとけるんで、ここにフィルターがあるんで、ちょっとマイナスドライバーとかでパコンと浮かして、まあ、フィルターというかフルードレベルを見るフロートね、こんなのがついてます。なのでフロート取った時にフルードのレベルがどんなもんだったかは見とかないと後でわけわからなくなります。これ今500ミリ入れました、フルードね。でこれ今何にもないんだけど、ズボンと差し込みます。そうするとね、不思議なことにね、これ漏れちゃいそうな気するじゃないですか、ダバダバ入って、これが漏れないんですよ。で今あるフロートのレベルをキープしたままこれが減っていく。まあ入れるときちょっとね気をつけないといけないですけど、差し込むとき、まあでもこういう状態でキープするようにします。こんな感じで止めました。今右リアで、対向キャリパーの場合はね4ポットなんだけど、これは2ポットにしても、エア抜きのブリーダーがこっちとこっち側にあります。で、まあもちろん両方同時にはできないんで、まず外から遠くっていう意味であれば、外からかなっていう気がするんで、外からやっていこうと思います。なんか粉吹いてるね。で、こいつの場合は、11です。ここかけて、で、エア抜き工具の先をこれにガチゴンとか、はまってんのかな。これがね、しっかりはまってないと、こっからエアを吸っちゃうんで、これを、まだこっち緩めてないんで、こうやるとね、こっからエアが出て、負圧で抜くというふうにしてくれます。今ね、これがね、これつけてたんだけど、この厚みがちょっとね、この隙間より厚い感じなんで、若干これが刺さりが浅い気がしたんで、まあ一回緩めているんで、このペライスパナで、あの本締めじゃないんで、一応これでやっていこうかなと。これならこれが確実にはまるとこまではまってるんで、これでやっていく。まあ、途中でやりながらね、このレバーをギュッとやって、これでカチョンって引っ掛けて、あの、もうずっとやりっぱなし。今、こんだけ見えるかな。溜まりました。まあ、これで、まあ、500まではいってないと思うんだけど、かなりフロントの方も抜けてるんで、一番遠いとこなんで、一番量を扱うはずなんですよ。で、フロントの方は逆に、ほぼ、変わんないぐらいっていうのかな、もうキャリパー内とちょっとした、まあ、車体半分分ぐらいとかな、両方足すと車体車幅分ぐらいのホースなんで、まあ、中ね4ミリとかそんなもんしかないホースなんで、まあ、ほぼないぐらいだと思うんで、一旦これでリアは変わってると思いたい。この辺とかをね、一応もちろんキャリパーの塗装ももし垂れてればね痛めちゃうんで、もう今これ本締めしたんで、で、まあ、後に
やり直しになるかもしれないんだけど、一応ラバーグリスをちょっとこの入り口に塗っといてつけると、一旦これで終わりでね。すごい重要なのが、切る間もね、フロント少しずつ入っていくんだけど、この出口の高さまでしかキープしないんで、この刺さってる長さにもよるんだけど、ちょっとこう上げてあげると今入っていくの分かりますよね。だからこれがあんまり底の方にありすぎるとエアー吸っちゃうんで、まあそこまで行くことはほぼないとは思うんですけど、ちょっと注意しておいた方がいい。だから向こうをやりながらでもさっきのねパチンっていう引っ掛けるやつでもう緩めっぱなしでやってても、これを見に来れば大丈夫かどうかわかるんで、それはやった方がいいね。でフロント今500あったやつが今ここまで減ってるんで、これでちょっとリアを、でもフロントからリアの分岐までは入れ替わってるはずなんで、今度は分岐からリアのキャリパーまでなんで、逆側のね、なのでまあそんなにこっちも量はいらないとは思う。今ね残りのフルード全部入れました。だからもう残り1個だけで3箇所行かなあかんって感じだから、まあ多分リアにまあほぼ分岐までは行ってるはずなんで、ほぼ3分の1ずつって感じかな、で行けるんじゃないかな。次は左リアの作業中。これくらいまで入れ替えていくよ。次はこの辺りかな。今これフロントにジャッキかけてますけど、ジャッキかけるとき僕のやり方をちょっと紹介しておこうかな。これ今わかるかな、角材2つ3センチぐらいなのかな。これで一応ここにねずーっとフロントプレスラインがあるんですよ。でもちろんこのプレスラインにねジャッキかけちゃうとグニャンってなっちゃうんだけど、そこが一番強いと思うんで、この角材でね、プレスラインを挟んで、このあたり一番外側の角材もしっかりボディに乗っているところ、両方の角材にジャッキをかけて持ち上げてます。でこう長い板なら面圧が一箇所にかからないんで、凹むのも防げる。ただこれが正規かどうかはわかんないです。じゃあ今から道具を使わないエア抜きの方法を説明します。今これでついてますけど、実際にはこのニップルに合うホースを用意してもらって、ブカブカだと全然ダメなんで、ちょっときついぐらいのホース用意してもらって、で真下に受けの、カンカンなりなんか入れ物を置いてください。で、今これが、まあ、今回の場合は、ね、今使ってるこれが受けになってますけど、まあ、これは別に何でもいいんで、そして、今ニップルのネジは閉まってます。で、今もう一人助手がいます。ということでね、どうやってやっていくか。まずは、ニップルかけといて、ブレーキを助手に踏んでもらいます。では、数回踏んでください。3回ぐらい。きつい？ちゃんと踏み込めてる？緩くない？で、踏んどいてもらって、ニップルを緩めます。出てきましたね、今。という風で、で、もう一遍閉めます。で、助手の人に話してください。
でもっぺん3回4回踏んで手応えがあるまで。いい？踏んどいてね。で緩めます。でもう今これ分かんないんだけど出てると思います。でまたニップルを締める。ニップル？ブリーダーか。この方法はフルードがすごく勢いよく出てくるのでリザーブタンクのフルードの量に注意してね。で緩めてください。でまた3回4回手応えあるとこまで踏んどいてください。で緩める。ずっとそうするとブレーキ沈んでいくよね。はい、緩めてください。まあこんな感じでね、あの何回かやっていくと結局抜けていくと。で踏んでこれは緩めてる間にブレーキ離しちゃうとエアーがまた逆流しちゃうんで、あのそうならないように絶妙のコンビネーションでやってもらえればいいかなと。そういうやり方でやっていってください。以上。残ってる。若干残ってる。これねギリギリまでやっちゃうと、もしねあのぴったりしかフルードが買ってなかったりすると、もう最後足らんくなった時にまた少量のために買わなかんくなるんで、気持ち余裕を持ってた方がいいかな。でちょっとブレーキを踏んで試してみようかな。まあ、これ今ジャッキで上がってるからね、ちょっとねゆっくり不安定な。よいしょ。さて、特にふわふわ感はないね。いいと思う。もうこれでちょっと様子を見ようと思います。まあ、一応このブリーダーもね、なんかこうこれ鉄なんで結局フルードに侵されて錆びてきちゃったりするんで、まあ綺麗にするのはもちろんだけど、あの蓋を閉めると中のねでやられるんで、ちょっと粉吹かんようにラバーグリスを塗っとくと。なんか毎回ラバーグリス出てきて、僕はラバーグリス大好きみたいに見えるだろうけど大好きです。大好きなんかい。多いんだよね、なんか鉄とゴムが合う場所が整備してると。まあこうやっとけばそんなに粉俯瞰し次外す時もあんまり硬くならないかもしれない。じゃあこの辺りをまあ外したんで、あのまあ、パッドは一応1センチずつぐらいまだある。結構ある。まあ乗ってないからね実際、あんまりぶっ壊れてばっかりで。おい、そんなところで一旦きれいにして、エア抜きは終わり。あと上のねちょっとどういう感じか見ましょうか。はい、一応これすごい微妙に残ってます。まあなんかねちょっと足さなかんとこがこのちょっと様子見の中であれば使うし、じゃなければ廃棄。これねフロート最初に外した、これ入れると若干増えると思うんだよね。その時にまあとは言ってもそこまでじゃない。うん、オッケー。あんまりこの前でギリギリまで入れていくとこれ刺した時にブジョーってなっちゃうんで。で SC はねこの
フロートのセンサーっていうのかな、がこの蓋の導通で、あの減ってくるとフロート下がっていくんで導通が切れて、シートベルトの下サイドブレーキのね警告灯のところがつきっぱなしになります。だから、サイドブレーキを下ろしてもなんかずっとついてんなっていう時は、サイドブレーキが降りてないパターンじゃなければ、フルードが減ってると思ってもらっていいと思います。でまあこの辺りで、この辺にこぼれていればね、あのこの縁拭いてもらって、まあこぼれてなければ別に必要ないんだけど、ちょっときれいにしといて、で蓋もちょっとチェックして、なんか変なもんねえかなとか、まあ、もしくはちょっときれいに拭いといて、蓋をすると、これセンサーはこう空回りするんで、センサーをしっかり押さえながら閉める。で僕は後付けの蓋をね、ユニットそう、ブレーキフルード交換しました。多分全部交換できてると思うんだけど、まあ実際ねちょっと残ったからといってすごい影響があるわけじゃないとは思うんで、まあ問題があれば止まるだけ、まあ普通に今までブレーキがかかってたんでよっぽど問題ないと思うんですけど、結構重要な部品だと思うんで、フルードサーキット走行をねするときは特にショップさんで見てもらって交換してから行った方がいいです。本当にサーキットを走るとびっくりするぐらいふかふかになります。全然効かない、想像を絶する。もう最初の方走った時僕もそうでした。でまあブレーキしてからそのあたりを気にして、フルードを沸点の高いやつに変えたりして全然クリアできたんで、まあこれは非常に重要だし、まあ自分の安全にももちろん関わるし、まあ他の人にも迷惑がかかるということもあるんで、ちょっとねそのあたりパッドとともに意識して交換した方がいいと思います。まあこれでサッとで、まあ、タイム云々よりまずトラブルがないことを祈ります。ということで2週間後サーキット走行どうなるんでしょうかね。ドキドキです。ではまた。はい、タイヤもつきました。そして回収されたオイル、こんだけ、まあ、色がどうのかはね分かんないんですけど、これだけ結果入れ替わりました。